お願いします。やば。とりあえずね、あの初めましてってことなんで、そうなんだよね。そうなんです。まあちょっと挨拶代わりに、ちょっとやらないといけないことがあるんで、ね、すいません。失礼します。海老沢先輩にエールを送ります。めっちゃ迷惑。浅いでしょこれ。リゾート地やからエビちゃんエビちゃんおっすあざしたーじゃ今日は元気よくはい大丈夫もう一回からなんだけどということでやってきたのは兵庫県丹波篠山市にあるタノシックリゾート錦荘。兵庫県の隠れた名湯草山温泉に入れるグランピングが人気の施設です。すごい広いねめっちゃ広い先輩あのね、うん、こう聞いた話によりますとここはもともとゴルフ場だったらしい。すごいそうなんです。よく勉強してきたね、はい、勉強してまいりました私。じゃあグランピングって何ですか。えグランピングは簡単に言うと手ぶらで楽しめる贅沢なキャンプのこと。アウトドアを体験しながら極上の空間でのんびり過ごすことができるんです。いやすごいマジで何これハンモック。これハンモックいけるかどうですかね。120キロいけるんですかねこれね。あこれ焚き火ですか。焚き火すごいなんかキャンプっぽい感じするねこういうの見るとマシュマロ焼きたいですね。ね外にはグリルやソファーなどもあり座るとこの景色。周りは林に囲まれているのでとても静か。環境はバッチリですがまずは気になるお部屋をチェック。おーすごい綺麗。中がさ木目調でさ、ね、おしゃれですね。見てえベッドが4つも並んでるじゃん。すごいすごい。え待ってこれはいい。これいいですね。ほんとだこれさめっちゃ綺麗。これこうやってさ朝が来ました。おはようおはようかな。悲鳴はおかしいでしょキャーって楽しそう。昼間は大自然を感じる開放感あふれる景色が夜になるとご覧の通り。ライトアップと星のコントラストがめちゃくちゃ綺麗です。そうか笹山だもん。いやでもねやっぱり、ねグランピングといったらこう外でね、はい、過ごしたいよね。そうですね。この開放的な感じが最高だもんね。ね空気もいいですしね。そうですよ。そしてはい来ましたね。バスタブがある、はい、お外だ。これね信楽焼らしいよ。あら特注品だって。そうなんですね。ちょっとじゃあ私行ってみていいですか。どうぞ。行っちゃいますか。ちょっと入らせてください。どうぞどうぞ。あらでも本当にちゃんとしっかりしてる。割れないかな。割れるか。割れないですそこまで重くないです。どう最高。ちゃんと足も伸ばせるし、うん、これこの景色見ながらのこのお風呂はいいですね。気持ちいい。そして上まで続くこの道実は無料で楽しめるこんなアクティビティが用意されていたんです。あれ海老沢先輩覚えてなかった。こいだろえはい来たんでえドライブ行こうぜ乗ってやれよ。ちょっと何ですかそれ。バギーだよバギー。実は5棟あるグランピング施設には全てこの電動バギーがついていて施設内にある専用のコースを乗りたい放題。僕は運転免許がないので海老沢さんに運転してもらうことに。そしてこの人めちゃくちゃヤバい人でした。では行ってきます。行ってきます。行ってきます。おお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 めっちゃ回すやん。ちょっと待って。これ楽しそう。安全ちょっと待って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 。どこが足やって。ほらほらほら。ちょっと待って。足安全だから大丈夫。どこがですか。全然足。安心安全。なんだその歌声。どこが足やって。足安全。
見た目以上にアップダウンも激しくてスピード感があるバギー。海老沢先輩は笑顔で躊躇なく突っ込むのでとにかく怖かったです。スローが出た。マスクもおかしいどうなってんのこれ。バギー楽しかったね。楽しかったです。ちょっと怖かったです。めちゃめちゃ怖がってたじゃんね。怖かったです。怖かったね。でもね、こんなこともできるんですよ。そうなんです。見てください、このザ・キャンプ感。焚き火ですね。焚き火ですね、はい、さあ今からですね、はい、私が火を起こしたいと思うんですが、本当であればですね、はいはい、ここはあのキーとかここ行ってもらって、うん、これでね、ここにあるこれで火つければいいんですが、はいはい、こちら、じゃじゃん。火を起こせる道具に。あ、すごい。こちらメタルマッチといって、火打ち石の要領で火の粉を飛ばして着火する道具。楽しっくリゾートではこうしたキャンプグッズの持ち込みも可能で、なんとテントの持ち込みも OK なんです。お父さんはテント、家族はコテージなんて泊まり方もできるので、アウトドア初心者から上級者まで一緒に楽しめますよ。みんなでね。なんか言ってやろう。ヨーオーにしようか。なんでヨーオーシュッヨーオーシュッ。ほな、じゃあ二人で協力していきましょう。ヨーオー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 。下手くそすぎ。ちょかしてみ、ちょかしてみ。エビ先輩、今から僕じゃエール送ります。フラーッフラーッ。エールが効いた。待って、キワキワ。あ、すごい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 、燃えてるわ。ちゃんと火残りました。感動してる、ね。焚き火ということは、うん、ご飯。そうなんです。めちゃめちゃね、豪華な、ね、お食事を用意していただいてるということですので、めちゃめちゃ楽しみたいと思います。モリ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 食べるぞ。モリ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 。夕食には丹波篠山の美味しい食材を使ったアウトドア感満載の料理が。イノシシ肉のステーキ、鹿肉のサラダや、こんな可愛いビア缶チキンまで。ダッチオーブンに入ったポトフは先ほどの焚き火にかけて、お肉はバーベキューグリルで豪快に焼いていただきます。イエーイ、やったー。さあ、調理したのもありますが、豪華に出てきましたね、これ美味しそう。じゃあこの、はい、イノシシですか。そうです、イノシシの肉を焼きまして、うーわ、全然臭みとかもないし、このいや油の甘みもいいですわ。これほんまにうまい。さらにジビエはこちらの鹿肉のカルパッチョも外せません。ローストした新鮮な鹿肉と地元産の野菜を特製のドレッシングでいただきます。めちゃめちゃ美味しい。食感もしっかりあって、噛み応えがあるけど柔らかい。いや、そうなんですよ。臭みなくてね。臭み本当全くないですね。全くないね。やっぱりキャンプなんでね、このスキレットを使った、はいはい、この鉄の鍋ね。そうです、このパエリアもありますし、そしてこれですよ、私ずっと注目してたんです、このポトフ。ポトフ注目してました。うーん、野菜やったりソーセージ、ベーコン、全部のもう旨味を充実させたこのスープ、たまらんです。そしてビールごと缶を丸鶏の中に入れて豪快に焼くビア缶チキンは、酵母の力でお肉もとっても柔らかくジューシー。アウトドア料理を思いっきり堪能しました。最初に温泉行ったの覚えてますか？あ、オープニングでね、はい、言いましたね、言いました、言いました。あそこなんですけれども、は
ちら無料で入れますので、宿泊してる方は無料で温泉に入れるんですね、はい、そうなんです、はい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 、やっぱり汗もかきましたしね、入りに行くか、入りに行きましょうか、温泉に入っちゃうか、それはちょっと、実はこちらの草山温泉、有馬温泉などと似ていて、海水の 1.5 倍の塩分を含む温泉なんです。現在草山温泉に入るのはタノシックリゾートを含めわずか2軒、有馬に行かなくても金泉に入れる隠れた名湯なんです。それではお待ちかねの入浴タイム来ました。いかがでしたか。大自然に囲まれ、アクティビティから美味しい料理、温泉まで楽しめるタノシックリゾート、心も体も癒されること間違いなしですよ。どうしよう、いやもうアリーさんの、アリーさんの、いやもう最高だったね、強かった、最高でした、最高だったね、最高でした、もう、はい、本当にね、温泉も入れるし、はい、美味しい食材がいっぱいあって、はい、ご飯も最高だし、はい、しかもね、はい、1箇所だけなんだけど、はい、ワンちゃんが OK なところがありまして、しかもね、目の前にドッグランがあったりして、わざわざ移動させなくていいから、本当にいいことづくりでした。最高ですね、みんなで来たいですね、確かに本当楽しかった、これは皆さんもぜひ、ね、お越しいただきたいなと思います、はい、楽しいです、楽しかったね、